マジカル、パンチラインは日本の女性アイドルグループ、ボックスコーポレーション所属、女性アイドルグループアイドリングに所属していた佐藤玲奈が2015年10月末で同グループの活動終了が決定したことを受け、10代のうちはまだアイドルがやりたいと所属事務所に継続の意欲を示し、新グループ設立のプロジェクトが発足した。ボックスコーポレーション内で、 オーディションが実施され、最終審査や人選会議には佐藤本人も加わった。有力候補がたくさんいったため7人グループにしようという案もあったが、最終的に審査員全員の意見が合致した4人が選出され、佐藤をリーダーとする5人組グループとして結成された。グループ名のマジカルは魔法のようなパンチラインは英語でジョークのうちまたは ヒップホップ用語で印象的な部分や決め台詞という意味であり、それらを合わせたマジカル、プンクラインという造語、略してマジパンだと公表している。ポニーキャニオン時代はプロデューサーとして公式に発表されている人物はいなかったが、コンセプトはリーダーである佐藤の意見が大きく反映されており、メンバーの一人である沖口優奈は佐藤について半分以上、 プロデューサーと評していた。一方で、実務上では、ポニーキャニオンの島村ゆずるが、A&R として、プロデューサー的な役割を担っていた。ちなみに、デビューミニアルバム、マジカル・プンクラインのリード曲、マギかよビリビリ、パンチラインには、歌詞の中に、メンバー5人と共に、島村の名が出てくる。なお、ドリーム・ミュージック移籍後の第一弾、シングル、メルティ・キスには、 同社執行役員の宇藤田隆氏がプロデューサーとしてクレジットされている。コンセプトコンセプトはガールズファンタジー。架空の世界にある魔法学校タイガーゲートの歌詞にもこの件が登場する。ちなみに原所属レーベルのドリーム・ミュージックも虎ノ門に本社を構える一方、ポニー・キャニオンは虎ノ門から六本木に本社を移転しているの生徒という設定で佐藤が 大ファンである、ハリー・ポッターシリーズや、ドラゴンクエストシリーズ等のロールプレイングゲームのファンタジー世界と、古今東西の神話や伝説などを合わせ持った、世界観が特徴のポップでガーディーな魔法使い見習い5人のガールズファンタジーグループ。コンセプトストーリーの制作は、主にライトノベル作家、ハッタモンキーが、アートデザインは、ファイナルファンタジーシリーズ、キングダムハーツシリーズ、 グランブルーファンタジーなどのイラストを手掛けたアートディレクター結城口がそれぞれ担当した。衣装は3作目までは佐藤のデザインによるもの。お披露目から使用していた最初の衣装は魔法使いの黒い包囲は敬遠しつつカラフルな女の子をイメージし、自身がレギュラーモデルを務めているラームを参考にガーリーなスタイルを取り入れた。メンバーカラーは佐藤がアイドリング。 時代の紫色を引き継ぎ、他の面々は、好みの色をもとに、メンバー間の相談を経て決定した。衣装によっては、パステルカラーで、公式とは異なる色合いになっている場合もある。佐藤がアイドリングを卒業した、翌日の2015年11月1日、新グループ結成が発表され、同時にポニーキャニオン内に特設サイトが開設された。2016年に入って、 同サイトでメンバー及びグループ名が順次発表され、2月19日に全メンバーが出揃った。3月26日には、ポニーキャニオン本社でファンへのお披露目となるデビュープレイベントを開催。2016年7月20日、ミニアルバムマジカルプンクラインでメジャーデビュー。夏の3大アイドルフェスすべてに出演し、8月よりラジオ日本でのラジオ番組、 マジカル、パンチラインのマジラージが開始するなど順調なスタートを切った。2017年1月より、レギュラーテレビ番組、マジカル、パンチラインのマジカルテレビが開始するとともに、秋はカルチャーズ劇場で3ヶ月間定期公演を行うが、2月より、佐藤が体調不良で約1ヶ月休養。3月19日の定期公演最終日で、 復帰するまで4人での活動となった。7月には初のシングルパレードは続くをリリースするとともに新宿レニーで初ワンマンライブを開催。同年12月には人工知能を活用したセカンドシングルデウス EX マキナをリリースするとともにスタヤやオーウエストでセカンドワンマンライブを開催。2018年3月16日に佐藤の卒業を発表。 4月6日に新宿レニーで行われたサードワンマンライブで卒業した。2018年4月22日から始まる東京アイドル劇場アドバンスでの3ヶ月連続定期公演で4人による新体制がスタート。自己紹介でのキャッチフレーズが魔法要素のないものに改められた。5月21日の公演では沖口が新リーダーに就任。 他のメンバーの担当が決められた。しかし、ポニーキャニオンとの契約が、デビュー2周年の前日となる7月19日に終了、所属レーベルなしの状態となる。しかし、沖口が、アットジャムエキスポ2018のオフィシャルナビゲーターを、務める、期間限定ユニット、メインのメンバーとなったこともあり、3年連続となる3、大アイドルフェス出演を果たす。 新体制スタートからおよそ半年を経た9月、担当マネージャーに呼び出され、メンバーは解散を覚悟していたが、マネージャーからは、今年いっぱいで解散はしませんと、ドッキリのような形で、グループ存続を伝えられ、さらに新所属レーベルが決まり、同時に2019年2月のシングルリリース、およびワンマンライブ開催が決定したことも伝えられた。10月20日、 秋葉カルチャーズ劇場で行われた単独ライブで11月から3ヶ月連続で同会場で定期公演が行われ毎回新曲が1曲ずつ発表されること、新グッズを発売することを発表。新グッズはロゴが一新、愛が小文字大文字に変更、T シャツには MPL の略称を使用している。11月18日の定期公演終了後、新レーベルが ドリームミュージックであることを公表。2019年2月20日、ドリームミュージック遺跡第一弾、シングル、メルティキスをリリース。2019年2月24日、デュオミュージックエクスチェンジで新体制発のワンマンライブを開催。アンコールではサプライズで、新メンバー2名を発表、6人体制となる。6人体制でのシングルを6月にリリース、7月には、 大阪と東京でワンマンライブを開催することも合わせて発表された。公式にはこの日より第3章をスタート。2020年2月、初のフルアルバム、マジカルスーパーマーケットをリリース。同11月3日の新宿レニー公演をもって、浅野アンナ、小山リーナ、清水ひまわりが卒業。オリジナルは、リーダーを聞く自由ののみとなり。 新メンバー加入まで3人体制で対応。結成5周年の2月、新メンバー3名が正式加入。リーダー沖口のプロデューサー兼任を発表。新体制での新たなコンセプトは、世界中の毎日をキラキラハッピーにする。軽音。On! などのアニメ作品も手掛けるソングライタートムウェイチ。CK がプロデュース。2016年2017年2016年メンバー。 ありがとうございます。